もし最近あまり動画の撮影をしていなかったらスナップ動画撮りに行きましょう。どうも皆さんこんにちは、映像クリエイターの石出内です。僕のチャンネルでは分かりやすく優しい動画制作をテーマに発信しておりますので、チャンネル登録まだの方は是非よろしくお願いします。今日の動画ではスナップ動画を撮ろうというお話をしていきたいと思います。最近あまり動画の撮影をしていないなとか、被写体がいなくて動画撮影に行くチャンスがないとか、最近いい企画がなくて全然撮影に行けてないという方がいたら、是非街に出てスナップ写真みたいな感じでスナップ動画というのを撮っていくのをおすすめします。特に動画始めたての初心者の方だったら、やっぱ撮影に行く回数を増やして、で撮影してる時間、カメラを触ってる時間っていうのをやっぱとにかく増やすことをおすすめしますね。とりあえず街に出てスナップ動画を撮り始めると、カメラに触れてる時間というのが圧倒的に増えます。で YouTube の動画を見たり、あとは本を見たりして、でカメラの設定について学んでも、やっぱそれ使わないとすぐ忘れちゃうと思うんですよね。やっぱり撮影しに行って、でそれでじゃあ ISO がいくつだとか F 値がいくつだとかで、ホワイトバランスがどれぐらいがいいっていうのが、やっぱ自分でどんどんチャレンジをしていかないと、やっぱそういうのってすごく身につかないと思うんですよね。特に被写体がいたりとか企画がなくても、とりあえずカメラを持って撮影にしに行く、録画をするという行為をしていけば、そのおのずとやっぱカメラと接してる時間が増えるので、カメラに対しての理解が深まります。でそれから自分でいろいろ設定っていうのをどんどんいじって試せるので、こう新たな発見っていうのもやっぱ得られると思います。僕はスナップ動画みたいなスタイルがすごく好きなので、暇な時間があればなるべく行くようにはしてますね。スナップ写真みたいな感じだと思うんですけども、やっぱスナップのこう動画になってくると何が違うかっていうと、こう動きを見る力っていうのが養われるんですね。で例えばエスカレーターに乗ってて動く階段をどう面白く撮れるかとか、あとは電車に乗ってて街を流れる風景が面白いかなとか、あとは揺れる葉っぱを見たりとか、あとは雨がこう地面に当たる瞬間、そういうのを見たりして、あこれを実はスローモーションで撮ったらどんな感じになるんだろうとか、そういうのをいろいろこう試せる機会っていうのがすごく増えるんですね。動画を撮る上で大切になるっていうのが、やっぱ動きを見るっていうのがすごく大切になるので、やっぱ外に出てみるといろんな動きがあるので、あ実はこの動きむちゃくちゃ面白いじゃんっていうのが、なんかそういうことの理解っていうのが深まりますね。例えばタイムラプスなんか本当にいい例で、普通の人が普段こう気づかない雲の動きとか、星の動きっていうのをやっぱその動画クリエイターの視点で見ると、あこれを1時間で撮ったらそのビュンビュン動いて面白いんじゃないとか、そういうふうに物事が見れるようになると、こういろいろアイディアが出てくるし、すごく動画撮影するスキルっていうのが上がると思います。もちろん動画を撮影する上でベーシックなセオリーみたいのがあるし、でその構図とかもそれに合わせて撮ることもできるし、例えば基本だとシャッタースピードを50分の1で撮らなきゃいけないけど、実はこれむちゃくちゃ遅くしたらどうなるんだろうとか、でそういう実験とかをやっていくと、なんかいろんなこと分かってきますね。そして最後に、やっぱカメラを持って外に出るっていうのはやっぱすごくクリエイティブな作業だと思うんですよね。家にいて何かクリエイティブなことをこうネットから情報収集をしようとしても、やっぱそれでは全然こう頭の中でクリエイティブ力みたいなやっぱこう湧いてこないと思うんですよね。やっぱこう外に出て、で例えば同じ街でも違ったアングルから撮って、違った時間帯で撮って、で違ったものを撮るだけでも全然やっぱ面白いものっていうのはできると思うんですよ。そうするとやっぱこういつもの日常をこうガラッと変える力っていうのは多分動画は持ってると思うんですよね。さらにこの自分が知らない街とか場所に行けば、よりこう自分の創造性を刺激してくれるものっていうのはやっぱたくさんあるので、刺激に触れる機会っていうのはやっぱ増やしたらいいんじゃないのかなと思ってます。僕の場合は最低週1回は外に出て何かこう新しいものは撮影するようにはしてますね。しかも今ソウルに住んでて、でこっちに来たのが3月の終わりなので、まだまだこっちの知らない場所みたいなのがたくさんあって、でそうするとやっぱもうどこに行っても発見だらけなんですよね。そうするともうどこに行っても被写体だらけなんで、やっぱそういう意味でこうなるべく街を歩く機会っていうのを増やしますね。僕は旅するのが好きだし、やっぱカメラに触って映像を撮ってる時間っていうのがやっぱ一番好きなので、やっぱそれをやっぱ最大限にこう伸ばすようにしてますね。すごくストレスが溜まっていてもやっぱこう撮影に行ってなんかこう何も考えずに撮りまくるみたいなことをやってるとやっぱ結構無心になって、なんか撮影し終わったらなんかすごくいい気持ちになったっていうのがこうあるので、是非なんかこうイライラとかストレスがあったらもうとりあえず撮影に出かけてしまうっていうのは本当にいいこうストレス解消の方法かなと思います。なんかヨガとかってムービングメディテーションと呼ばれてて、動いてるとやっぱりその動きに集中するのでなんか余計なことを考えなくなるらしいんですよね。で多分その動画を撮影してる時も同じようにそのムービングメディテーションであり、おそらくそのクリエイティブなメディテーションなので、すごくこうメンタルヘルスにもいいんじゃないのかなっていうふうに思います。やっぱそのクライアントワークとか、誰かのためにやらなきゃいけない場合とかってやっぱそういうこう仕事のマインドみたいなのがあるんで、やっぱそうじゃなくて完全にフリーでこう撮影にしに行くっていうのは本当僕はおすすめしますね。一人で街に出て撮影する場合だったら被写体もいらないし、で友達もいらないし、もういつでもどこでもできるので、でそうなると本当に気軽にできるものなので、ぜひぜひチャレンジしていただければと思います。そしてスナップ動画で撮ってきたものを例えば集めてで作ってしまえば、それでももう一個の作品として成立しますし、でやっぱすごい人だったらVimeoと呼ばれる、世界のクリエイターがたくさん投稿している動画のサイトがありますけど、そういうところで賞を取ったりもしてるので、撮影のみならずそれをまた編集にもできちゃうので、本当スナップ撮影っていうのはおすすめしますね。というわけで本日の動画では、とりあえずスナップ動画を撮りに行こうというお話でした。やっぱりこう動画が好きな方とか、やっぱこれからどんどんスキルを伸ばしたい方っていうのはやっぱこう頭の中で考えすぎないで、とりあえず行動に動かしていく、動きを見る力を養うということで、どんどんこう外に出てスナップ写真のようにスナップ動画を撮っていただければと思います。もし本日の動画がお役に立てば高評価ボタンよろしくお願いします。僕のチャンネルでは映像に関する様々なことを発信しておりますので、是非チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。